守護課が使える、自動改札機守護課の紙、カードリーダー守護課対応の自動券売機守護課、対応のチャージ機守護課のロゴが入った、カードリーダー、タッチゴーの動き守護課は、九州旅客鉄道が2009年3月1日から導入した、サイバネ企画の IC カード乗車券である。本校では、守護課のオートチャージ機能に対応した JR 九州の、 クレジットカードである JQ カード及び共通ポイントサービスである j r キューポについても記す。JR 九州が2009年3月1日に導入した在来専用 IC カード乗車券で JR の IC カード乗車券としてはスイカ、イコーカ、ト遠イカ、キーティカについで5番目であり JR における全国総合対象の IC カードでは 最後発である。守護課とは、スマートアーバンゴーイングカードの略称を、すごいを意味する、非畜方言、すゴカにかけた名称である。CM などでは、スとゴーで、守護課といった表現も使われている。発行枚数は、導入約1ヶ月後の2009年4月5日に10万枚、2009年11月11日に20万枚。 2011年3月23日に50万枚を突破し、2013年7月29日には100万枚を突破した。2019年3月1日時点では279万枚発行されている。カードの裏面の右下に記載の番号は JK で始まる17桁の英数字であるが、この JK は JR 九州の英語表記。 JR 九州の頭文字を取ったものである。ロドニーグリーンブラッドのイラストによるカエル君と時計君の組み合わせを採用している。ロゴは黒色で守護下の王の右側と続く C の色を白色に反転させ IC カードであることを表している。ちなみにロドニーグリーンブラッドはかつて JR 九州の特急回数券2枚切符。 4枚切符のイメージキャラクターを務めていたパフィーの CD ジャケットのデザインも手掛けていた。カードに描かれているカエルくんと、ポスターやグッズなどに描かれているカエルくんとでは、絵のタッチが微妙に異なっている。守護課乗車券を呼び、守護課定期券は、新規購入時には500円のデポジットが必要で、払い戻し時に返却される。 守護課乗車券の新規発売額は2000円。鉄道乗車及び電子マネーでのストアードフェアに利用できる残額のチャージできる上限は2万円である。利用可能エリア JR 九州の利用可能エリアは下記の通り。2009年3月1日に福岡県、佐賀県内を中心とする124駅で導入され、2012年12月1日。 以降に利用可能エリアが拡大された。JR 九州線の利用可能エリアは、福岡、佐賀、大分、熊本エリア、長崎エリア、宮崎エリア、鹿児島エリアの4つに分けられており、各エリアをまたがっての利用はできない。また、九州新幹線でも乗車券としては使用できない。福岡エリアでの自動改札機の更新に合わせ、一部の駅で、 IC カード専用改札機の導入が始まっている。IC カード専用改札機はピンク色に塗装されている。利用可能エリア自動改札機での利用自動改札機の乗車券投入口の上にある読み取り部に守護下をタッチすることで利用できる。IC カード専用の簡易式カードリーダーが 設置されている場合、同様に読み取り部にタッチすることで入場、出場処理を行うようになっており、入場時には、入場と表示されている読み取り部に、出場時には、出場と表示されている読み取り部にタッチする。無人駅でも守護下の利用が可能な駅では、簡易式カードリーダーが設置されている。乗車時に、初乗り運賃を前引きせず、降車駅で乗車した区間の運賃が一括して、 生産される。SF 残額が乗車駅からの初乗り運賃に満たなくても入場できるが SF 残額が10円未満の場合は入場できない。運賃計算の特例守護か利用可能エリアで守護化のカード残額を利用して乗車した場合乗車経路に関わらず最も安い運賃で生産される。ただし守護か利用可能エリア内で守護化のカード残額を 利用して乗車した場合は、実乗車距離、または、最短距離が 101km を超える乗車となっても、途中下車はできない。次の区間は、守護課の利用可能エリアではないが、守護課の運賃計算の特例に使用する路線として、運賃計算上の最短経路に組み込める区間であり、福岡、佐賀、大分、熊本エリア内の駅から守護課のカード残額を、 利用して乗車した場合にこの区間を通過することのみが可能である。オリオ駅で本駅車と高見口の間で乗り換える場合、自動改札ではなく、係員がいる窓口でその旨告知して指示に従う必要がある。これは出場時に自動改札機にタッチすると下車扱いとなり、乗車駅からオリオ駅までの運賃が一旦生産されるために、本来の運賃である。 最終目的地までの投資運賃と異が生じるためである。また、福岡市営地下鉄を挟んで、筑肥線、唐津線の下山戸駅西唐津駅間と、博多駅苑の JR 九州線を乗り継ぐ場合、通過連絡運輸として、JR 部分については、両側の営業キ路などを通算して、運賃を算出する。博多駅では途中出場することとなるが、 乗車駅博多駅では通常通りの運賃を引き落とし、博多駅降車駅で残りの運賃を引き落とすことで合計額が通貨連絡運用適用した運賃となるようにしている。他社 IC カードとの総合利用総合利用関係他の IC カード乗車券との総合利用については JR 九州と導入当初からスイカを導入している JR 東日本。 にもかを導入している西日本鉄道、早か県を導入している福岡市交通局の4事業者で準備作業が進められ、JR グループ2010年春のダイヤ改正に合わせて2010年3月13日より乗車券機能、電子マネー機能ともに相互利用を開始した。 またこれに加えて2011年3月5日からは、移行こうか遠いかとの乗車券機能及び電子マネーの相互利用が開始された。これに合わせて、同月12日より、博多駅、小倉駅でも新幹線 IC 乗り継ぎサービスが利用可能になった。2013年3月23日に、主語化を含む日本全国の IC 乗車カード10種の相互利用を開始し、 すでに相互利用を開始しているスイカ、イコーカ、トウイカ、ハヤカケン、ニモカに加え、キーティーカ、パスモ、マニカ、ピタパが新たに相互利用可能となった。相互利用により、これらの IC カードの各エリアでも主語化の利用が可能である。各エリア内でのチャージは、それぞれのカード対応の自動券売機、自動生産機、簡易入金機で可能である。また、各 IC カードと完全互換仕様で別名で発行される IC カードも使用可能である。新幹線 IC 乗り継ぎサービス新幹線在来線乗り換え口での IC 乗り継ぎサービスは交通系 IC カード全国総合利用サービス共通の対応となり東海道山陽新幹線では守護下エリアの博多小倉の両駅、並びに首都圏のスイカエリア 東海地区の遠いかエリア、関西、山陽地区の移行かエリアの各駅で、東北、上越、北陸新幹線では、スイカの首都圏エリア、仙台エリア、新潟エリアと北陸地区の移行かエリアの各駅で、利用可能。なお、九州新幹線では、IC カードの立技サービスに非対応であるが、2022年春を、めどに、EXIC、スマート EX を、 導入予定であることが公表されている。電子マネーとしての利用エリアについては、先行していた、西日本鉄道の、にもかが自社系の商業施設から導入していたため、守護か、スタート時に、エリア内にある JR 九州系の商業施設を、中心にビッグカメラ天神1号館、天神2号館、洋服の青山、ベスト電気福岡本店、小倉本店などで、 先行導入した。また、JR 関連の鉄道路線が存在しない沖縄県においても、JR 九州沖縄支店等で専用デザインの守護課が販売されており、沖縄県内における電子マネーとしての利用可能店舗の拡大も順次進められている。前述の交通系 IC カード全国総合利用サービスの開始に伴い、全国の交通系、 IC カード相互利用各社の加盟店等でも決済手段として主語化の利用が可能である。なお、九州地区では導入の経緯により電子マネーでは主語化にもかいこうか、スイカの加盟店が混在している。主語化が利用可能な店舗、施設等については公式サイトの主語化でお買い物を参照のこと。また、 2014年7月22日からは w e i u の支払い決済に他の交通系電子マネーとともに利用可能となった。記名式守護課を利用している場合にはオートチャージが利用できる。引き去り対象となるカードは JR 九州で取り扱っている JQ カード及び JQ 守護課をはじめとしたクレジットカード機能付き守護課のみで その他の一般クレジットカードには対応していない。オートチャージは、守護課エリアでのみ有効で、相互利用の他社エリアでは使えない。事前に、書類で申し込んだ上で、承認後に、オートチャージ設定機能付き自動券売機で設定を行う必要がある。守護課を含む、相互利用各社の IC カードの入金残額を利用し、守護課対応自動券売機で普通乗車券。 回数券、特急券等が購入できる。自動券売機で利用する場合は、IC カードを自動券売機のホルダーもしくはカード、挿入口に入れて使う。なお、守護課自体を入場券としては使えないため、入場券を守護課対応自動券売機で購入する必要がある。2010年2月1日から、鉄道乗車と電子マネーリオの双方で、ポイントサービス。 守護課ポイントが導入された。これは JRKIC カード乗車券としては初めてクレジットカード不要で鉄道乗車の際に一律にポイントが付与されるサービスの導入となった。2021年7月時点における守護課ポイントの付与の条件やポイント交換等に関する詳細は以下の通り。2016年11月守護課ポイント JQ カードのポイントサービス JQ ポイント及びインターネット列車予約向けに付与されていたポイントサービス EL、L、ポイントと統合した新たなポイントサービス j r キューポに変更することを発表2017年7月7日からサービスを開始したポイント加算ルールはこれまでの各サービスに準ずる交換先は事前に JR9 ポのマイページから登録した、記名式守護課への SF チャージのほか、提携している、GE ポイント、ポンタ、T ポイントへの交換、および各、JQ カード、JQ 守護課で個別に対応する、他社ポイントもしくは、航空会社マイルへの相互交換に対応する。2018年12月11日からは、相互交換対象ではない NTT。 グループカードからの j r キューポへのポイント交換が可能になる。守護家へのポイントチャージは主要駅に設置のポイントチャージ機能不自動券売機で、それ以外の特典への交換は j r キューポのマイページから行う。2021年4月20日、守護家での鉄道利用時における j r キューポの付与2021年6月30日。 限りで終了することを発表した。なお、ショッピングポイント及び、区費線、唐津線と福岡市地下鉄にまたがる乗車時のポイント付与は継続される。JQ カードは、JR 九州が取り扱うクレジットカードである。JR 九州では、それまでアミュープラザオグラなどで発行していた、アミューカードなど、商業施設単位でクレジットカードを発行してきたが、 主語化発行に合わせて自社扱いのクレジットカードブランドの統合を行ったものであり他の JR 九州系クレジットカードは新規申し込みを終了した外部のクレジットカード会社との提携カードとして発行されカード発行はそれぞれのクレジット会社が行う以下の種類がある独自のポイントシステムとして JQ ポイントが設定されており 利用額に応じて、ポイントが付与され、たまったポイントは、JR 九州旅行券や JR 九州の各商業施設のお買い物券に変えることができるほか、オートチャージ対応のカードは、守護か電子マネーとしてチャージすることもできる。なお、各クレジットカードのポイントプログラムは付与されないが、たまった JQ ポイントの各ポイントプログラムのポイントへの交換は、 JQ カード以外は可能である。なお、2017年7月に、前述の通り、守護課ポイント、E レールポイントと統合して、名称を j r キューポに変更した。2012年9月19日に、JQ カードと守護課の一体型カード、JQ 守護課を2013年春に発行する予定であることが、JR 九州から発表された。 2013年3月15日に募集開始となった。オールインワン JQ、守護課、わず JQ 守護課、メロディー、プラス JQ 守護課、なんで、ん、JQ 守護課以外は、アミュプラザのサービスカウンターで会員募集を受け付ける。守護課と JR 九州のクレジットカードである JQ カードが一体化した JQ 守護課と、 JQ 守護課に他社との提携機能が加わった JQ 守護課提携カードが発行される。いずれもオートチャージに対応するとともに、一部カードは JR 九州他社とのポイント相互交換にも対応する。JQ 守護課は、クレディセゾン、三菱 UFJ ニコスエポスカードとの提携カードで、ある、通常の JQ カードと異なり、ビザ及びマスターブランドは、イオン銀行、 JCB ブランドは JCB による発行となり国際ブランド以外の提携機能はない。2022年に予定されている九州新幹線のエクスプレス予約への参加時に同予約の会員カードとしても機能するカードを発行するかどうかについては2020年現在発表されていない。JQ 守語化提携カードは以下のカードが発行されておりカードごとに 発行元が異なる。ありがとうございます。